でもねえ野郎やな。急に自分の株を下げ始めるだけ。二郎もさっき配信始めてたな。ああそうなんだ。二郎くん今ランク一人でやってるね。そうソロラン。頑張れ。頑張れ頑張れ。俺じゃプラタイやったらやってもいいけど、上マッチまで俺やる気はないなもん。いやまだダイヤ4でしょ。そう。プラタイもプラタイやな。まあでも多分1時間ちょっとで行っちゃうしな、ダイヤさんまで。確かにね、1時間までいらんやろ。そう、そしたらさよならってなるから。うん。まあ PS4 帰ってますから目指してもいいけど。チーターおらんし、うんうん、面倒いね。ゴールド2ぐらいからあげなきゃだから面倒いね。それは面倒くせえなって。間に合わねえな多分。そう間に合わないもん。あと9日か10日でしょ。とりあえず1日2000盛りぐらいしてダイヤさんまで持ってかんというか。やばすぎ。レオパニキとめっちゃ必死こいて回して生と死の狭間でこそ生の実感が得られるもの。燃焼間に合うね。プレマスで普通にチャンピオン取れるぐらいその連携は取れるから。正しい道を。フォーカス完璧なんよな、レオパニック。継続の蹴り込み隊長とは俺のことだ。私艦隊火力ありしてるからな、あの人もう火力ありすぎて俺がちょちょっと当てるだけでそのフォーカス合わせたら死ぬからな敵。今回のチャンピオンを紹介します。強すぎるマジで。俺は受験終わって余裕があったらまた頑張ろう。マスターかプレーザーか。私は勝利へと導く。その頃には多分ジェレンさんとかが、まあ、プレデター行ってるからキャリーしてもらおう。頑張るわ。頑張ってプレーザー行くわ。スキャンドレーするわ。いいね。戦闘準備を。こっちへ行こう。スキャンしよう。どこ行ってる方。あれ上飛んでた。飛んでる。いや上飛んでる。一人で上飛んでる。こっちを探索しましょう。ワンパかな。ワンパどころじゃないっす。あ、全然ワンパじゃない。やばい。インスタントリプレイ切るの焦ったからバカ重い。あ、そうそう、俺インスタントリプレイ昨日知ったんだよ。俺のパソコン敵がないよ。気をつけて。あー、切っちゃったわ。あー無理ー。しまった。マイナーパソコンでインスタントリプレイつけると重くなっちゃうな。その心のことディスコと一緒につけると。私からのプレゼントよ。重くなるんやあれ。いや多分なんか保存ファイルの関係なのかな、分からんけど重くなっちゃう。行くよ。二人おるね。なんかなんかいるね、そっちも。なんかちょろっと出てきた。インスタトリプレイ。できるわ。うん。あ、インスタトリプレイ。ここに出てきた。何か、俺も今日かな。いや、多分俺のね、パソコンがね、ゴミクソなだけ。ああ、そういうことか。言うてでも、スペックあるんじゃないの。うん、多分あるんだろうけど、うん、なんかね、アプリの入れすぎなのか。クマジブやめよ。クマジブは耳にヒットボックスあるんでやめます。え、そう？そう、耳も当たり当てあって、しかもヘッドアンテナなんだよね、耳でか。頭頭でかいんだよ、このスキン。目立ちやすいし。そう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 。あ、そうなの。あの、ラスさんが検証してた。もうフルパでやるとき以外は自分使わんからな。フルパでリース絶対みたいな人がいない限りは使わんけど。うん、俺別にレース絶対ってわけじゃないかな。助かる。最近俺もレース以外何使えばか分かんなくなっちゃった。でもレース使いすぎるとね、あれだわ。結構よーチャレンジャー、他のキャラだと俺様には気をつけな。被弾率が変わってくるな結構。いてててて、ジブなんか使ってたらもういてててってなるわ。そう、でもなんかジムまで来たら逆に割り切ってちょっと後ろに見られるけど。ああそう。ベースの後パスやるとピョーンって飛んでって一瞬で死ぬ。あ、死んだ、ごめん。今回のチャンピオンを紹介します。覚悟して。
君を倒しに行くよ。君を倒しに行くよ。俺がジャンプマスターのようだな。やっちゃうよ。ここに着地するのがいいだろう。プラハラキアオラ。お前も赤だったら完璧だった。ばっかや。こっちにいいものがあるかも。いらっしゃい。あ、いねえのか。珍しい。珍しいね。絶対来んない。お氷だから来ると思ったんだけどな。ライトアモを発見。めちゃしとる人。進化シールドを発見。レベル2だ。うわ、強。マンジなんだが。これはいい。リードしよう。ファーストキル発生。ファーストキル。もう一個。いやな、みんな強くて。なんでもない。全員がリングに入っていない。もう先頭の人だったのか。私たちを勝利に導いてくれる。てかもう多分俺パーティーでできねえ。なんで？パーティーの動きができないもん。ああ、そういうことか。僕タッキーの頃めっちゃ連携完璧やったね、うん、あの頃は連携やったな、ずっと。名前戻ったら強くならんかな。あれはそれこそあの頃まだパス使ってたけど。ああ確かに。マスティフショットガンを発見。行きます。ブラザー、進化シールドを発見したぞ。レベル3だ。すげえな。これはショットガンボルトがいる。警戒を。新しいキルリーダーよ。マンジ。お。リフトやってんな。これだけシバキング。はい。シバキング。待ってよ。遊ぼうよ。このキル6個早いな。終わったくて。どこもう一度か。私に管理費を恵みたまえ。いるかな。こっち5個。え、どこだいぶ多くなった。敵を確保。ここ下オッケー。射撃開始。あいつパッとリロード中。上がってる。シールド展開。待って待って、バンガ敵が近づく。あ、俺バンガ9キロ。敵を撃破。死んだ。敵がダウン。ナイス。リロッ。待ってリングは近い。まだいるはず。パス？マスティフを発見。バンガは死んだ。もう一人いなかった。見失ってしまった。なんかフェイズランド入ったやついなかった。じゃあそいつやな。じゃあそいつやな。こっち逃げたよな。残り舞台は半分。勝利は我らのもの。気のせいかもしれない。この上で待ってるか。拡張ヘビーマガジンを発見。来られるわ。レベル3だ。もうすぐだ。おいでー。リング近い。こんにちはって。あなたのその大事な角の箱の角に待ってます。カジュアルでやられたらまあまあ怒るけどな。ね。みんな、リングが動いてるわ。え、ごめん、セルいる？20個持ってた。セル俺、8個あるよ、大丈夫。ゲーズ。待って、中黒。昨日久々に。お、来た。お、帰ってきたぞ、やつが。おかえり。おかえり。どっちくん。ちょっと遠いわ。あ、浮いちゃったわ、やつ。あ、来た。ちゃんと来た。あ、回収だ、回収だ。おいおい、させんぞ、それは。紫。待って。なんで？お前またそれは。無理。くっそが。え、行くん、ブラ。行くらしいわ。
待ってー、久々入るなこれね。あっちに敵がいる。オッケー、あ結構おるやん、嬉しい。周囲環境マーク中、めっちゃ激戦区や。見つかった、攻撃を受けてる。私は血に良くするもの。逃げた、シールドをリチャージ中。パスパス、あお数ありますね。シールド戦況が劣勢、複数の部隊に攻撃。目の前でバッテリー生まれてる。ドア降りてくさ。大丈夫かブラハー。おーナイス。大丈夫か、今助けに行くぞ。ザカジュアルって感じね。うわポッポーっつってなんか右足落ちた。主神が眼力を与えたもん。ここへ行くべき。違う、いるいる、ここにも敵を確認した。いや大丈夫か、あれ大丈夫そう。あ、これ96で標的を発見。渡るには、こっちを見た。え、うますぎ、お前大丈夫か。よっしゃ、はい、どう仲間には指一本も触れさせないぜ。シールドをリチャージしてるところだ。シールドをリチャージ中。手当てする。バッテがたくさんと。トンネルを開ける。うんと、なんか、ん？このスキン腕こんなないや。めっちゃ足音近くてさ。ポータル展開。目の前いるわ。オッケー。敵を捉え。待ってよ。ちゃんとフリーファイト。周囲環境マーク中。あ、逃げた。割ったけど、割ったけど入られた。シールドリチャージ中。逃げすぎじゃね？でも警戒は。フェーズランナーで逃げることを覚えたらしい。このマップ嫌いになりそうやわ。さっきから全部フェイズランナーに逃げられる。全部逃げるやん。標的を発見。出た。了解了解。ウルト投げてこい。バレてないな。あ、バレたな。それでバレたな。パンチ。空を切り開くぜ。アタストラ。あ、上飛んでるからか。レシーナビルはこれ。え、誰これ。あ、ちょっとやばい、あれ吸われて、なんか来た。いや、ごめん。110。ナイス。ダウンしちゃった。大丈夫。ドーム上で入った。グレネード。やべえ。いや、いやごめん。あなたはどう動く。今日セリーの配信見てたらさ、うん、セリーも優先マウスで俺安心したわ。いや、そうなんや。そう、優先だったんだよね。びっくりした俺も。あ、あんな強くても優先マウスなんだと思って。じゃあ俺もう慣れるわって川瀬さんも優先やし、多分優先の人多分ちらほらいるんやな。うん、うまくても、うまくても変やな、上位陣でもね。ラスは無線だけど、セリが優先だったから。いや、これはあるわ。みんな空を見上げるのが少なすぎるよ。いや、頑張ろうマジで。地上に縛られちゃってるね。それ何なんだろう、こだわりなのかな。それ優先にこだわってるのか、それともマウスの形がフィットするのか、それだったのか。俺様には気をつけだろうな。まあそうか。私を驚かせてみて。すべてお見通しだけど。俺も今のマウス結構気にしてんだよな、形が。俺多分あれなんだよね。今回なんかいろいろなんか持ち方名前あるじゃん。かぶせ持ち、つまみ持ちみたいな。つまみ持ちやっけ、なんか指立ってるの。人差し指じゃなくて、うん、俺そっちやった。俺かぶせ持ちやな。すごい自然にやってたらそっちだった。つまみ持ち、つまみ持ちの方が。かぶせ持ちでもね、汗ばむよな。汗ばむつうか。なんかあの手の手のひらのとこでしょ。そう、ひらが。行くよ。毎回だってマウス使ったらマウス拭いてるもん。ああ、そうそうそう。つまみ持ちでも拭いてる。俺も拭いてるわ。終わったらウェットティッシュで拭いてる。でももっとコントローラーのがベタベタする。だってもう完全に握っとるもん。
確かにな、ベタベタになる。手汗ひどい人なんか多分滴るレベルだと思うけど、やばすぎでしょそれ。いや多分本当に手汗ひどい人はね、パッとね滴るレベル出すかった。やべえ、清潔感バツ、バツやな。まず臭そうだな。そう、臭くもそう、多分コントローラーが臭くもそう。レベル2だ。なんつう話をしてるんだ。これがいる。コントローラーだったわ。いいニュースだ。部隊全員次のリングに入ってる。わしやってやろうぜ。あまり綺麗な話じゃないけど、このスティックのね上にね、なんかねカスみたいに溜まってるのがわかる人。手汗が固まってみたいな。マスティフショットガンを発見。綺麗な話だよ。あ、マスティフ。俺たち。俺のだ。あ、じゃあ俺弾だけ欲しい。はい、40発。エネルギーアモを発見。はい、ございます。これは使えます。ボルト拡張エネルギーマガジンも発見。レベル2だ。チャンピオンが撃破されました。チャンピオンが倒されたぞ。あ、めっちゃ欲しい。はい、ザスー拡張ヘビ欲しいな。ウィングマンマスユ一番楽しいな。あ、よう、こっちを撃て。撃ってるぜ。見て。あ、どうだどうだ。いた。さあみんな、浮かんでいくよ。シールドをリチャージしてるところだ。痛い痛い痛い。シールドをリチャージしないと。ボムシールド展開。シールドリチャージ中。ライフだ。すぐに終わる。やばい。撃たれた。ヘルプを頼む。シーフィールドがいる。シールドをリチャージしてるところだ。やばすぎ。投げてもめっちゃ来てないんだ。もう下がってる。ようみんな。新しいキルリーダー。シールドセルを発見。シールドをリチャージしてるところだ。どうも。やばすぎ。あー、ごめん。ダウンしまった。おー、まあ、できた。やめそう。いや、味方一人一人、生きろ。ごめん。頑張れ。どうです？敵をダウンさせたよ。やばすぎ。あのデボードンが。ソリー。ソリソリ。ヒットボックスちっちゃいキャラ使うか。リス使う？ワットソン。リス使っとる人ワットソン使いたがるような気がする。2番目だっけこいつちっちゃいの。あ、そう。え、リスがもちろん1番でしょ。リス1番、ワットソンかライフラが2番ぐらいだった気がするな。ーん、多分ワットソンが2番。ワッツめっちゃいいんだよな。だからみんな使うのか。そう。フェンスも張らずに。そういうことね。たまにゼロ距離フェンス刺されるよ。私は戦いに来た。いや、なんかあの深いフェンス張る人いるような。ドア入る前に手前に置いといて。ああ、裏回って、ね。ドアロック、そう、ドアロックされた瞬間にもう一個張って当てるみたいな。ちゃんとワッチ持っとる。ラブホン本当取れそうだったけど、ダメだった。私はどんな道を進み、勝手すらいない。どんな扉を壊してでも望むものを手に入れる。ジブラルタルのが使ってんだけどな、バッチ持ってねえんだよな。3000。おさっとしないで。3000以上。降りる。あっちへ移動する。俺昨日なんか調子よかったな。こっちへ行きましょう。ポンポンさん、やべえあれ、あここもやべえ。昨日めっちゃ調子良かったのに今日回さな。リロード中よ。バイバイ。
ゃん。このキャラやっぱ強いわ。ガハー2人だ。また敵を倒したわ。終了。あ、終わった。ナイス。この舞台死亡です。ハボック強え。ハボックと。ハボック。この2個ぐらい逃げる。あ、逃げた。上行ったわ。やべえ、弾が切れる。なんのかもん。ライト。エネムね、もう。一回行くわ。一回。なんかスロープショット登ったところへん。ごめん、めっちゃいるわ。3人いる。すげえいる。55で死なんもん。言いすぎやろ。11から55だから9残りか。あんや、ギリギリ死なんかってやつ。いいな、俺のフレンドマスター増えたわ。いいな、頑張っとるな。ぜひ今シーズン行ってもろって。このシーズンいけっかな。頑張ればいけそうだけど、でもいけるぐらいのパーティーになったから。デュオリだよ。私の思い通りに動かして。デュオ、デュオ一応野良サバなんかな。この先の勝利が待ち受ける。デュオサバはあるよ一応。身を任せれば。ああ、そうなの。おのずとやってくる。よくプレマス隊でデュオ組むと待ち飛ばされるんよ。多分デュオで集めてるから飛ばされてる。フルパとノラで先にマッチングしてデュオが残るみたいな感じかな。デュオなぁ、誰かやれる人かな。デュオがでも一番盛りやすいってよく聞くね。うん、うん、まあやるなら2郎しかおらんねやけど。まあそうやね。あと、いや受験終わったらレオパに来る。この場所いい予感がする。俺とカッキー組んで行くわよ。よし、スキャンドレーしよう。レオパニックは全部縛ってくれる。これウィングマスしかいらんからな。ランク。パッと見は全員ボルトマスティフという結論にいたら。ああ。まあだろうな。パッと見はそれ持ってれば最強。はい、ウィングマン。ワッツソンのウィングマンも強いんだよな、マジで。あ、ボルトか救急。俺救急なんですよ。これじゃ足りん。これじゃ足りん。これじゃ足りん。レベル1よ。エニアムにバラバラというか。最初の脱落者の誕生だ。はい。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。気をつけて。入ってるわ。リングに入ってないな。反転する。撃たれたわ。被弾少ねえ、このキャラ。強えわ。急いでおいでおいでおぶだ。え？なんかめっちゃいる。上と下。一人やろ。屋根上割ってる。いった、後のもらったんやけど、全然ちょっと今すぎ。うん、下下下。頭からの胴体もらった。ごめん。強くね。さっきのセンチうまかったね。頭からの胴体もらっちゃった。よかった。なあ、お前そんなうまくて。進化シールドを発見。レベル2よ。ボヤーって。回復中。でも警戒はしてる。バッタゲルは。ボヤーシバーって感じ。あとは。傷を手当てしている。味方は大丈夫か。
あ、レプリケーターで回復する感じか、多分。シールドをチャージ中。あ、巻くんかい。まあ、巻いた方が安上がりよな。そう、進化しないんだったらな、うん。エネルギーアモを発見。報告、新しいキルリーダーが生まれました。また来たわ。終わってこいよ。オッケー、そいで戻る。レイズがチーン160円。もうスライディングで。オッケー、シールドをリチャージしないと。シールドを回復するわ。いや、ごめん、マジか。クリプトもらおう。巻いたかも、この裏。うるさいわね。黙ってもらいます。これを撃ってるのか。アーティスタを投げるわ。アーティスタ。裏ハヒットだ。やっぱ。あとね。いや、マジかよ。ごめん。最悪。俺が当たらねえ。レイスはいつでも返すから言ってください。ん？レイスはいつでも返すから言ってください。いや、ワトソンでいいよ。俺カジュアルだとあんま刻意使わないしな。多分どのレイスもそう。カジュアルで進んでここに入るやつ、ほら、とりあえず撃ち合う。あ、何これ。スイッチ版本当に来るのかな。どうだろう。じゃあ俺スイッチ版で少佐ばかり行くしよう。じゃあガチで弱そうだもんな。本当に初めてって人が、本当に初めての人弱そう、うん、よし、じゃあなんかどうにか頑張ってビューストのコントローラーつなぐか。追い出すの。いや、多分プロコンつなげるんだったら勝ちなんよな。ね。スイッチのプロコン。自分の実力には自信がある。一緒に敵を殲滅しよう。今回のチャンピオンです。シーズン8になったらダブハン持ってるキャラ増やすか。ダメージカウンターも出るわけだし。ダメージカウンターいらない気がするけどな。いらないよね。ワクワク感消えるもんな。取れたかな。ここに着地しよう。ちょ、取れたかな。がない。よし、取れた。邪魔しんでいいやってなりそう。戦闘準備を。いや、まあ初動だけ必死に戦って、あ、意外とダメージ出てるみたいになったら、みんなダメ稼ぎムーブになりそう。ラガン取れるときって気づいたら取れてるわ。そう、あれ、こんなダメージ出したっけみたいな。この場所はすでに荒らされている。あれやったかな。4000何ぼやっけな。4000、俺どれぐらいが最高だか忘れた自分で。俺4300ちょいだな。最高ダメージ出たとき俺爪痕しか考えてなかった。あよく爪痕狙えばダバーも取れるって聞くけど、俺は違うよな。俺格殺入れないからさ。そう、なんか途中からあれ10、13、14ぐらいであれ結構残ってると思って、うん、狙いに行ったけど、あとワン部隊であと2キルだったのに、味方にパクられるはないよ。何のために俺はチャットをしたんだろうってなった。新しいキルリーダー、こっちに近寄らせないようにしないと。2キル欲しいってチャットで言ったのに、日本人かもわからんからわざわざ英語でも打ったのに、くれんかった。あ、外いるわ、敵入ってくれた。
中盤エリアをスキャン中。ちょっと敵をダウンさせた。ね、敵がダウン。シールドをリチャージ中。うん、誰お前。大丈夫か。大丈夫よ。お疲れ様。ちょっとか。ちょっとちょっと。シールドをリチャージ中。標的を確認。自分のバーナー拾いに来たな。撃たれている。注意環境をマーク中。アークスターを投げた。ワットで爪とかめっちゃかっこいいよな。ワットで欲しいわ。ワットとかクリプトの謎のかっこよさある。かっこよすぎる。ターボチャージャーだ。手当てする。残念、俺もターボチャーが欲しいの。ポップアップがいる。ターボチャージャーね。ターボチャーも見ないけどな、正直。結構ランク回してるとね、めっちゃ落ちてるんだけど。探してると見ないやつ。そう、俺ウィングマン拾おうとして、ウィングマン拾ってスカピ探してるとタボチャしか出んだよな。なん、あるある。なんか金の確率がちょっとライトアームがいる時ある。ライトアームがいると。ライトアームを発見。ただ俺昨日やってた人もクラロワーズやな。こっちにいいものが。昨日やってたのはね、クラロワーズやの人でした。ああそうなんだ。あのお友持ちとやってたってやつね。そういいな、クラロワーズ。女性リフトだな。私は地味欲するもの。あおリングの中に。あっ、ここにいるわ。トンネルを開けるわ。リロード中だ。どこ行くの。ここにボタンある。連結しよう。ガチャン。ガチャコ。うわあ。うわあ。俺らのポータルの方。シールドをリチャージ中。あ、もう別だね。行く行く。ああ、レベルトだ。割れた。いやあ。その心の虚空、私からのプレゼント。めちゃめちゃいいな。どうしよう、悩むな。パッドで強くなるか、キーボードでやるか。パッドで強くなる。いや、まあマスターを目指すんだったら多分パッドをちゃんとね、まともに触った方がいい。まあそうやな。俺は意地でもキーマーできるけど。どうしよっかな。あなたの選択が結末を変える。やはりキーマウよ。ただしかっこいいやな、そっちのが。死こそが真の試練。キーマウいないからな、全然。さあ、仕事よ。結局 PC パッド多いしな。そう。オーバーウォッチ2のためにも俺キーマウでやってる。今回のチャンピオンです。それはそう、オーバーウォッチはキーマウゲーらしいから。それはそうないな。私がジャンプマスターよ。オーバーウォッチ2の練習まであるエペ。あれいつ頃なんだっけ。いや全くわかんねえわ。だいぶ前から言われてる。制作はしてるんだけど。うん、多分。まあそれこそ受験終わりに、受験終わりにはまだ出てないかも。そしたらやっとく意味ありそう。
出遅れるんだったらやりたくない。受験終わりにはね、まだ出てないはずだから。こんだけ言われて出てないんだったら、まだ出ないっしょ。出遅れるのは嫌やな。やめとけ、お前。お前ら、マジでやめとけ。聞いて、聞いて。なんや、こいつ。見えねえ。いや最悪。見たごめん。見てほしい。行け。頑張って。モダンピック。始まったな。リロード中だ。しばける、しばける。新しい変数を導入しない。それ頭いいな。回復されるよ。なんで普通に入れた。どういうことどういうこと。すべては死に耐える。チャンピオンを攻撃されている。ウィングマン対 P20、 これはきついです。これが実力ってやつよ。ゴミモダン P というか味方かわいそう。どまどま。マリちゃん、今シーズンソロラインやってみようかな。どこまで行けるか。ダイヤさんでもらえんの。プラチナ来たらきついね。難しいよな、味方にプラチナ引いて盛るの。それはしょう。あ、でも前までなんかカバー職しかやってなかったからマジでしんどかったけど、別に今レイス持ってるからどうにかなるけど。うん、とりあえずレイスできるっすよ。正しい戦略を立てれば勝利をつかめるわ。今同じアカウントでやってるから、もう戦績ぐっちゃぐちゃやしな。もう何でもいい。殿下を制御してアリーナを制しましょう。昨日1週間ぐらい練習した時なんかもう平均ダメージバカ下がっても一生多分取り返せんし。今回のチャンピオンです。私に見つかったらそこでおしまいよ。そこでおしまいよ。帰っちゃうよ。殺しちゃうよ。今日お昼の時点で体力激浪なんよな。なんで？寝起きであのバカでかい課題2個やった。うわ。もうメンタル激浪。私は親切。すべては電気。気をつけて。私は死という。私がここまで電線に近づきすぎた代償よ。ジェットの準備を急降下するわよ。こっちへ行きましょう。ファーストキル発生。自分でもなんでこんなやる気がなくなったのかわからんのよな。発砲中。撃たれてる。やった、頑張れ。全部決めちゃったよ。センチネルは厳しいよ。死ぬとこ良さすぎてそのまま蘇生できる。うん、ジェジェジェ。弾決めちゃった。うわぁ。さて、派手に行きましょう。
よん。もうなんもない、なんもない。すげえ、アタッチメントだけ一回落ちてる、弾が。ああ、ボルト。バレルスタビル、リボーションを発見。ライトオンならあげれるわ。発見もあるし。うーん、大丈夫。リボーションじゃもらおうかな。これは私。ライト、拡張ライトマガジンを発見。レベル2よ。ウィンクな。救急あったらボルト落とせるけど。オッケー。あとバックボデー。よー、こちら。ちゃん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 。もう頭が死んどるんやな、今日。激ロー。頭激ロー。頭激ロー。ぼーっとする意識の中、デテクスをした。まあ言うて、カジュアルぐらいだったら何も考えなきゃなんでも。いや、そう言ってさっき戦地に。じゃあ、じゃあ、死ぬ。マスティフを発見。わあ、マスティフあんの？じゃあボルト取ったじゃん。えい。あ、救急もあるよ。あ、じゃあ救急できるわ。これは使える。ウィングは、ウィングは結局でいいか。ボルトを捨てまーす。いい。ボルト SMG を発見。これはエネルギーアームを発見。あざす。TY、アロバッティ1本あげれる。変わって大丈夫。作った。うん、じゃあ、肩上げる。シールドバッテリーを発見。俺はなんでボルトを拾わなかったの？これは使える。する。カッコする。これは使える。する。いらんなーってなったかもしれない。頭も回ってないわ。事態の 50% が撃破されたわ。こっちにいいものがあるかも。2倍。スコープを発見。近距離用です。いる、上いる、上いる、上いる。攻撃された。あっちに敵がいる。撃ってる。レイスが寄ってきてる。リードが止まった。リードが止まった。リードをリチャージ中。リロード中。レイス回った。オッケー。シールド。戦いがうるさいわ。黙ってもらいましょう。操作開始。降りてきたね。降りてきた。まず150。ナイス。敵がダウン。敵がダウン。敵を倒した。上出来よ。敵がダウン。リロード中よ。はい、もう70出た。敵が来るわ。敵が150。撃たれてる。繰り返し。見つかった。敵がダウン。リロード中。敵が来た。見えない、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 見えない。敵を倒した。この辺、この辺、この辺。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。シールドをリチャージ中。この辺っつって。ちょっと待って。高速スライディングエイム決まっていい。ナイス。進化シールドを発見。やっぱり、レベル3よ。ボルト。この辺、この辺って言ってるわ。やっぱり、バッターボルトに限る。強いね、やっぱり。間違いない。誰でも使えるべき。あとやっぱ、キーナーはウィンギマインよ。シールドがいる。一番かっこいいんだな、それが。決まっていい。ところでなんだけど、注射器16個持ってるけどいる？注射器少し。おバラ巻きしまくり。あざす。あざす。助かる。シールドセット。シールドセル。取り替えるよ。ターゴマル SD。なんかないい ID ないかな。
ショットガンボルトを発見。レベル3。ハンマーバキ。ハンマーバキ知らんのよな。いや、おすすめよ。面白いから見るといいよ。え、なんの、なんの漫画？なんの漫画の人？ハンマーバキ。ハンマーバキっていう漫画？バキっていう漫画。漫画のハンマーバキでしょ？そう。バキって漫画。俺今あれ見てる、ヒロアカ見てる。終わったら見ようかな。ああ、ヒロアカね。見たことなかったからなんか見てる。警戒を。新しいキルリーダーよ。ヒロアカ意外と面白かったな。うん、面白いねあれ。で、ヤクネバー見た。ああ、なるほど。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。え、どういう系なのあれは。格闘系。格闘系なの、普通に。レプリケーターを移動中。レプリケーターが来るわ。異能なしの格闘系だね。進化シールドを発見。レベル3ね。あんま見ないんだよな、格闘系。なんかザ・ジャンプ漫画の男の子が好きそうなやつしか見んからな。あヤクネバーだからな。どちらかというと自分が見るのは珍しい方のジャンル。なるほどね。あんまりだな、普段なの見ないな。まだ課題が少なかった頃。課題で追われて見れなきゃやだな。アニメたちまだいっぱいあるんだよな。かけられたわ。こっちへ行きましょう。敵を発見。ラジャ。まだ一回もフェンス張った。このキャラじゃなくて E まである。ヒットボックスだけそのキャラと同じであればどうでもいい。そうそれ。間違いない。フェンスいらんもん。レプリでね。ん？レプリです。あ、レプリだったわ。あ、でも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 、どこかね。これはカービンか。うん、マジで、今、フォーメーションすら覚えてない。全部いそう。あ、終わった。敵部隊は残り1つ。同じ部隊で終わりだ。新しいキルリーダー。気をつけて。ワンダウン、ツーダウン。はい。あ、11交換だ。射撃開始。ホライゾン、キーン。え、ごめん。ベースがもう、どうやってるんだろう。いやー、ラーフラガチロー。ごめん、マジか。金バッキーやねん、だから。当たらんかった。うまいレイス、今の。エイムが。ソーリー。避けた。バットっぽい救急打ちやな。エイペックスのチャンピオン。いやー、ごめん。しゃあなし。買うか。ん？買おう。1戦だけパス使う。ああ、オッケー。ベース見ろ。いや、じゃあ、じゃあ。チーセボー。オッケー。うん。あ、俺4時ね、4時15分ぐらいに落ちるかな。オッケー。暇やったんよね、4時。道まで。うちらなら栄光をつかめるわ。なあ。正しい選択ね。早く免許欲しいな。免許？めっちゃ持ってんだっけ？俺持ってないよ。免許欲しいんやな。もうね、受かってるんよ、卒検。おお。取りに行くだけなんやけど。取りに行くっていうか、学科試験で取りに行くだけなんやけど。平日しかやっとらんのよ。
なるほどね。学校があるんよ。私がジャンプマスターね。行くよ。あっ、言いたかったかい？外出る気ないからな。ここに着地しましょう。やってみましょう。エフェクトで外出してるからいいかな。こっちを探索しよう。おーおーおーおお。なん？ワンパそっち行ったらやばいぞ。帰ろう。こっちもこっちで7巻でいるな。こっちは背高、背高。パス性的やな、高いよな。リロード中よ。ダメ。そいつ悪くて、ライフラ頑張って。あら。させられたわ。まっすぐやないそれ。いやずる。ここ2人。シールドをリチャージしないと。巻きます。弾切れる。4発。もう無数。4発だけでございま弾がない。もうマスティフか。シールドをリチャージ中。別に？いや一緒だと思う。ローバ。なんか死んだけど。うん、こちら確定通販でした。ライダーもがいる。あ、別じゃん。別じゃね。マスファインダー君、さすがだね。綺麗に通過された。ライトオンがいる。4発。20発。シールドをリチャージしないと。弾なくなるマジで節約しねえと。うまい。弾がなくなった。弾か。ライトアームがいる。ポーチ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 。テルミットグレネード行くぞ。攻撃。積み上げグレネード。いやー、当たんない。当たれ。惜しい。惜しい。もう弾がもうバスバスは無理ですね。無理やなパス。何使おっかな。かわいそうなキャラよなパス。ワッティじゃあレイスもらう。はい。こんなにライトアームが枯渇するとは思わなかった。まあ救急やしな、うん、あったら全部やれてたんだけどな。嵐を沈めに行きましょう。もうちまちま撃つしかなかった。大切な、ちょっとおしゃべりさせてみたいな。節約救急、うん、パリンパリンっつって。暇やからこの後は迎えに行かなきゃないけど、その後また暇やな。今回のチャンピオンを紹介します。いや、あの暇って言っても課題を忘れて暇っていうまだまだあるんやな。なるほどね。課題のことをまあ全忘れして暇。まだね、大きいのがね、大きいの3つとちっちゃいの1つ。ああ、大きいの3つまでか。やべえな。うん。いや、暇だなーって。やだー。ワンパ手前か。やっほー。はい、ウィン、マルト。最強。すげえ。俺、チョッケで降りて。家の3階降りに難しいみたいな。さっきが全然箱の武器が入ってなくて。
バイトだけ書くか。 PC 移行してきた頃のモチベと火力が欲しい。うん、残れんか。どっか行ったわ。したいそう。次のリングまでちょっと歩くことになるよ。割りかけ、ロバ命が消えていくわ。逃げんな。もうガチロー。誰お前。割りかけ、リロード中だ。仕留めた。生きる気力を失った人みたいな発言ずっとしてる。俺も言うて腹減ったわ。起きたの昼なんやけど、昼ごはんまで食ってないからな。手当てする。何時起きたっけな。今日は一度8時に起きて、課題1個やって寝て、10時半ぐらいに。地上手当てしている。リングが閉じるまであと1分。到着するまで少し時間がかかるわ。明日からまた授業だ。さあ気をつけな。ガキンチャたちが近いよ。あ、今のは思い違いだ。しっかり捕まってた。行きましょうか。スコープを発見。ショットガンを発見。レベル3よ。ここへ。よし。これは残り30秒を切った。じゃあリングは傷を手当てしている。なんかいいですね。ヘビアモン、どこですか。ヘビアモン、それダブルヘビーで外44枚上げ。残り10秒。リングが近くてよかった。外90。ウィングマンで節約しよう。ウィングマン欲しいレベルなんだ。ウィングマン、リトルウィングマンみたいな形の一人やつはあった。せかしたくないけど、リングが動いてるのにまだ誰も中に入ってないよ。ここ見ないんだ。レプルか、仕方ね。シャアなしレプ。時間かかんねんな。ね、6出発ずつぐらい作ってくれよ。そしたら1回で終わるの。時間かかるこれ。こんなことしてたら爪痕取れんもんね。そう、ただでさえもう20人に会えねえからな。どれ R99 を発見。おお、 99? もう帰るまである。何のためにいるの。今度はライトアーモスの血が入ります。全然ない。ビーチ、R1、ライト、スロットリング、ヘビー、拡張ヘビーマガジンを発見。レベル3よ。私たち攻撃された。決めてくるか。これは私攻撃を受けてる。アンテナを出すぞ。ジェネレーターを使うよ。テルミットを投げ込むぞ。テルミットを投げ込む。バカ下から来てるわ。なんでもない。ああ、みんな、カモじゃないか。風
何をやったの。スペースを配置する。カイが完成。はい。電柱をまた一人。当たらん。みんな掴んでいくよ。私が新しいキルリーダーかい。緊張でちょっとちびっちゃったかもしれないよ。これで舞台は全滅。回復する、すぐに済むさ。なんかトラトラ緊張でちょっとちびっちゃったかもしれないよ。うん、なんかないかな。おっとっと、治療中よ。お肉がないですね。あ、俺でかい1個あったら。よし。はい。あるっす。シールドをリチャージしないと。敵に撃たれてる。引き金を引くよ。アークスター、リロード中。ロ。重力の得意点を見せてあげよう。大丈夫か。やばすぎるな。うわーおいてー、めっちゃ飛んでた。リロード中だ。リロード中よ。シールドをリチャージしないと。押されたな。やることがあるの。ここで死ねないわ。二人目を殺してる。敵がフェンスを渡ったら検知できる。攻撃を食らうと正規に打たれる。なんか3人ぐらいじゃないか。やべえ。行ってる。やべえこいつら。僕じゃないよ。これデビュールと使ったベッチがまたウルト使ってそう、もうワンパ来てる。そう1ラストでもういイロー君今どれぐらいなんだろう。結構ね、半分以上はいってるからワンチャンプで3いくぐらいかな今のゲージの量だと。いや、いやでも俺今日弱いから。2チャンプかワンチャンプぐらい。もう一回だけ行って目が疲れてる日ウィングも当たんねえんだよな。もうマジでね、ドライアイプラス眼性疲労持ちやからね、ダメな日は本当に 30fps も出ん、目が。フェンスで囲って追い出すの。共に生き延びる。ああ。早く一人暮らししたい。今回のチャンピオンです。おや、一人暮らししたいな。お前さてはやってんだろう。あれでも今シーズンっていうかスプーツ上マッチやってないから。戦闘準備を。久しくチーターにやってない。チーター会うためだけにやろうかな。クリップしてうわチーターだってツイッターに上げるためだけにやろうかな。こいつだ。やるか。マジ今日マジ初動で全く武器もらえんねんな。逃げた。いうことです。味方やばくねそれ。これ俺のいる家ガス掃除に開拓されてるんや。エリアをスキャッチ中。や。攻撃されている。やって、すごい。やるでし
いるのごめん、ライフだけ行くよ。なんか知らんパーティー来た、もう一個ここ。もう今日弱っ。大丈夫？撃たれたわ。新しい撃るリーダー。いや、もうさ、今までさ、60fps は無理あるかな。結構厳しかった、俺は。やったときに。じゃあ、買おうか、モニター。モニター買おう。俺、買ってやからさ、別に60でもさほど気にならんから、ずっとモニター買っとらんのよな。ボイエームのしやすかったから、全然違うよ。でも高いよね。まあ言うてでも、あの 144fps でいいなら、うん、1万7000円とかかな。なんかおすすめとかあったら教えてほしい。俺 ASUS が好きだな。 ASUS のモニター結構いいよ。あと1分リングは近い。落としてあげよう。はい、あざっす。召喚敵を発見。一番上に出たって言ってきたら5万してきた。ピンキリなんだよな、なんかだからよくわかんないんだよな、正直。んピンキリじゃない、なんか144のモニターって。そうだね。大丈夫か。撃たれている。強っ。リロード中、一人で戦えば最後も早い。強いよ。敵部隊の最後の姿勢が鍛えた。一人で縛いてる。最強じゃん。シールドをリチャージ中。残り10秒。リングは近いわ。医療キットを発見。弾が当たらんちん。今。なし。行きましょう。外の人間を傷つけるように作ったの。パッとってなんかあれだよね。村があるイメージなんだよね。強い日ガチで強いけど、そう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 、昨日はそれやった。強い日ガチで強いけど、あれって日もあるもんな。マジでなんか当たんない日当たんない。保管庫の鍵を見る。上手い人はそんなことないんやろけど、なんか中堅層ぐらいに多い気がする。こっちへ行こう。めっちゃ行きたかったよ。はい、すいません。めっちゃ行きたかった。ケアパッケージ輸送中。敵と交戦中。ケアパッケージ交換。シールドをリチャージ。テルミットグレネードを。めっちゃダメしてる。テルミット投げすぎ。敵をエリアをスキャン中。逃げまくり。リロード中だ。下行った？やったん。リロード中だ。敵を仕留めた。リロード中。今のが最後の一人よ。次元の状況が好転してる。4部隊しかない。リロード中だ。シールドバッテリーを発見。フェニックスキットを発見。あ、いらん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 。なんか変なのついた。注意環境をマーク中。こう、もうすぐパンチ出る最近。パンチってる時にボックス閉じようとするとパンチ出ちゃう。この人強えな、マジで。ガチ強い。村派で前張ってんのやばいと思うよ。相当上手くないと死ぬからね、村派。当てすぎて敵が背向けてんだろうな。残る部隊は2つ。
逃げ弱いからな、このゲーム。空間転移。マジで俺何もしてねえ。進化シールドを発見。15ダメージぐらいだわ。え、嘘でしょ。さすがに。今の最後のキル100ダメ入れて持ってったぐらいで、あとは何もしない。ああ。初投資やったもん。いやでも2万5000円ぐらい、なんかアマゾン安くてもそんなんすよ。マジか、結構高いんだな。うん、やんと俺が買ったの2万1000円ぐらいだったの確か。 165fps 出るエースのやつ。やっぱこんぐらいすんのか。うん、バイトしてないからな。俺もなんかもっと余裕できたら 240fps のモニター買おうかなって思ってる。いいなぁ、パッド勢世界一いらないからな。感度バグっちゃうかな。 240fps すると多分キーマンは OEM が段違いだね。まあやっぱそう、当て感が変わる。パッドレベルの当て感になるんじゃないか。144にしたら俺も当て感上がるかな。上がると思うよ。パッド、まあいまいちやわって240になれて、まあ黄色に行く可能性あるね。パッドもキーマンも当て返しならキーマンのがいいわって。それはそう。レプリケーターを移送中。ねえ、レプリケーターが降ってくるわ。60から165にしたとき、とんでもない成長を遂げたからね。変わった、実力的にも、うん、全然違う。もう被弾率も下がるし、キャラコンのしやすさも断ち。買うか。エイムがね、一番変わったね。こっちを探索しよう。最近それに使うんやったら遊び行きたいなって思うよな。まあでも残るもんとして買っとくのもいいと思うけどな。形として残るから、モニターとかは。あ、いた。お、なんか遊んでる。あっち見てきよ。遊んどる遊んどる、あいつら。すいません、こっち側に来た一面もらっていいですか。あ、もう一面来た。敵の姿を確認。よし、150。マジかよ。撃ろう。大丈夫。私は血肉くするほど。レイパス150入ってる。なんでこいつらそんな全力で破壊する。稼いだから。ベース170やった。あ、強すぎ。敵をダウンさせたわ。敵をもう一人出す選択肢ないから頑張って。やっぱパッドかなーって。次元の状況が好転して。やっぱ切りたかなーって。残り1秒リロード中よ。疲れ果てた。かかったんのだよ。フェニックスキットを使う。無駄だ。傷を手当てしている。シールドをリチャージ中。何せ人の会話しないから口を回ら。周囲環境をマーク中。ただ黙々とパソコンとiPadと戦ってた。そのお兄さんが遊んでるからっすよ。本当にそんな黙々と人のパイロン壊してないで。パイロンにヘイト稼がせて俺はぬくぬくとシールドバッテリー巻いてたわ。取り手ワンマガ分ぐらい落ちたでしょあれ。なんか、うん、6発撃ったね。あ、こっちに助かったわ。典型が降りた。全員リングの中だ。俺にヘイトも向かずに俺前進できたし。次のリングをスキャン中。マップを確認しろ。パイロン壊してグレ投げるなら分かるけど投げてこんしな。パイロンだけ壊して満足、うん、よし。多分今のでこの人は相当遠いんだなと思うね。またやつらみたいに遊んでんのか。遊ぶな。なんか無心配ない、ここ。
やば。じゃあ俺奥の行こう。じゃあ俺手前いただこう。トンネルを通るのよ。物資連結。ああ。モードに展開。ピーキー来ないかな、ピーキー。キーバック。進化シールドを発見。それゴミ箱ってやつですね。普通にあっちのキンバックだけだったんだ。ゴミなんですけど。おいおいおい。リングに入っていない仲間がいる。勝利はそこに。敵さん。いねえ。怪しげなチャンピオンまだ生きてるんかな。いるわ。敵を確認した。ウィ。下がろう、さすがに下がろう。そこに隠れるわね。レプリケーターが来るわ。二人は見えた。うぃ、押してこねえんだ。絶対見えない。攻撃された。見えねえ。ギアカのチャンピオン生きてんのかな。私に眼力を恵みたまえ。バンガいたよな、あのチャンピオン。うん、バンガがこれで。テルミットグレネードを投げる。ああごめん消しちゃった。いつまでこの仕様なんやろ。味方の消しちゃう。アークスターを投げる。アークスターを投げる。なんかレベル99。やっちゃった。ガソージュ割った。強い強い。ガチ打ち合い強いな。おー、ライフラーメンで来てな。ライフラーマンってる。攻撃を受けてる。いい、ごめん、落ちた。終わった。はい、以上です。ナイス。毎回ラストチャンピオンで助かる。ラストって言うと毎回チャンピオン。キルリーダーを倒した。いい判断だわ。ごめんって味方。エーペックスのチャンピオンとなりました。お、なんかタイムセールで19,800円のやつ。おお。違う、デルだこれ。エースースじゃない、デル。おお、暴れとる。でも19,000円ならなと思ったら、まあ2万なんだよな。2万あったら何でもできるよ。まあまあまあ。ディズニーも行けるよ。一人分おごって行けるよ。確かに。まあ、ありがとうございました。あざしたー。お疲れちゃんでーす。お疲れー。またやろう。はい。はい。では配信もこの辺で終わっておきます。またケンジと一緒に多分やるんで、よかったら見てください。お疲れ様です。